なんかいっぱい人がいるね今日。そうだよね、うん、はい、エルカチャンネルのショーです。さあ、気づけばもう2月なんですけど、何を今更って感じで新年会です。さあ、そういうことで乾杯しましょう、うん、じゃあ、新年おめでとうございます。よろしくお願いします。うまい。で、今回もまた鳥系です。名前何でしたっけ。鳥玉さんらしいです。なんか分からんけどこれ美味しい。鳥皮ポン酢、これちょっと美味しい。いやでもあれですよ、ほんと2月に入ってのこれは新年会、うん、まあまあ2月もいろいろ、正月はなかったけど、ああ鬼のような。うまい。さあ、なんかまた来ましたよ。今ね、サラダがね入ったんだけど、これなんだっけ、たたきでいったっけ、うん、たたきが来たね、鳥の。美味しそうだね。ついつい来てるよ、先輩。え、ごめん。唐揚げ取っちゃった。いいよ。ああ、さあ、唐揚げも来たよ。うん、で、これさっきのたたきね、うん。で、こいつらを今から懲らしめます。うん、懲らしめますじゃない。焼きます。ほんま。天板で。ね。うん。ま、ということで食べていきましょう。じゃあ、すみません。ガス開いてもらっていいですかね。あざす。はい、しかし、オッケー。なんか取説みたいなのが書いてあった。まあ呼んでくれたまえ。取説1、ベイトが受けられてしまったら正面に染み出してきた余分な油を一度に吸い込んでからお肉を煮込む。もう結構温まってからいいんだよ。ひとってからん？ひとってから、うん、要はこう温まってきたらここが油がね、この岩盤から出てくるから、こういう油ね。ああ、うん、そこ、こういうやつ、はあ、こいつが出てくるから、これまず一旦拭き取ってから焼いてくれと。そう、だからまあ出てくるまで待て待てと、待て待て。この唐揚げまして、はい、あ、はい、食べて食べて。じゃあ俺があんじゃない、自分にあんだよ。食べて食べて。これマヨネーズじゃない、うん、唐揚げ、俺ね、マヨかけない派なんですが、あ、じゃあちょっと食べますね。あ、これですね、これですね、熱いですね。分かってくれた、さっきの俺のハフハフか。ああ、こっちなんだ、わさび。え、わさび、ニンニクどうか、こういうね、こういうとこがこう、あー、なんかなんとなく言いたいことは分かってきたけど、できたので9割方分かってないっていうね。だからもうこれがね、できたらいいですよ。お願いします。
って意外と音がしないの、うん、まだ早かったな、まだ早かった。だからイメージは乗った瞬間にあ、でもなんかその頑張った感が聞こえたよ、今は。焼き鳥だったんだな。なるほどね。じゃあ、たたき食べようかな。待ってる間、間違いじゃない焼き鳥だったけど。こっちの焼き鳥か。分かる分かる。いや、結構予約で、ね、結構ガバガバだった。割と。2週間ぐらい。めっちゃ丸ついてる。珍しいね。まあシーズンじゃないかな。いや、今日平日だからじゃない。そう、ここは。はい。たたきうめえ。ああ、すいません、ありがとうございます。なんか焼き上がったものがこちらにやってきましたよ。これはレモンとあれですかね。そうね、多分タレじゃないかな。なんか最初普通のタレからいってみましょうかね。なんか分からんけど食べたらいいでしょう。いただきます。うん、あのこっちの通常のタレというか結構甘くて美味しい。なんか予想していたのと違って、なんかあーってなる。伝わりましたかね、これは。よかったです。だけど、あー、いいね、こ、多分玉ねぎのやつかな、これは。ブリにいるかも感じ。うん、いや、塩も美味しいんだけど、多分最初の普通のタレの方がイメージが、うん、いいかな。なんか、うん、甘みが出てね。うん、あ、美味しい。やばいね。めっちゃ火上がってるじゃん。おファイヤー欲しいで。おファイヤー、ファイヤー。めっちゃ火上がってるじゃん。欲しいでしょ、こういうの。いや、欲しいけど、今がっつり撮ってるよ。あ、ありがとう。やべ、鉄板で焼いたやつうめ。これはこれで良かったですか。違うやつ、違うやつ。字は一緒だぜ。間違いじゃないんだよね。間違いではない。うん、若干鶏が違う、うん、あの、ぜひこのニンニク漬けを食べてほしいんですが。白の水割り、はい、とコーラとレモンサワー、レモンサワーで。なんか俺は冷たかった。積んでるよ、積んでる、ね、明らかにこれ左のやつの方が飲みそうな顔してるよね。右が飲むんだぜ、これ。飲むぜ、飲むぜ。左、今んとこコーラ3杯目、2杯の、2杯だからね。さつま揚げ、さつま揚げとかあるんですか。あ、ちょっとおかずになるような感じですね。さつま揚げ。よろしいですか、さつま揚げ。はい、お願いします。ちょっと注文も、あれですか、さつま揚げ。4種盛り、うん、と、あとチキン南蛮。これ何ですか。チキン南蛮ですね。ね、チキン南蛮、チキン南蛮、いただきますよ。
まあ、放送事故だけど大丈夫美味しいな。いやー、よかった。南蛮でした。はい、美味しいチキン南蛮。いや、ごめん、美味しかったよ。あの、今、わざとやったんだからね。冗談、嘘じゃないからね。ね、ちょっと、二人にも食べてもらおう。ほら、にっこり、食べてにっこりだよ。ほら、こっち見て。どうよ。どうなの、感想は。うまい。美味しいんだって。結構、タルタルね、うまいですか。どうですか。うん、うまっ。はい、じゃあ今日はですね、鶏玉屋さんに来ました。あの、なんだかんだで、満足しました。あの、焼き鳥違いをした我々いたんですよ。あの、串に刺さってると思ったら自分で焼くっていう、まあ字は一緒なんですけどね。あの、いやでも大満足です。満足でしたね。はい、焼き鳥屋さんでした。よかったです。それでは今回の動画はここまでです。これにかかってこい。